これはコト。これは読めるぞ、この人の。あ、コト持って。え、どこのお金持ち？うん、いや、あの、これはね、加瀬田のね、やはり、あの、野藩。野藩の里。ああ、はい。そこで読んできたんじゃん。あの、五代目の嫁さんが。その時に乗ってきたカゴ。カゴ。で、これが乗ってきた時、来てきた目で。顔を、顔を返さえでもいいか。えらい地味な。いや、まあ、そうやね。あの、でも金、金やんか。そうそう。あの、明治時代の、あの、江戸時代のから明治の初めやから、いわゆるあの、シックな、あの、あれが、金ギラ金はあかんのよ。今みたいなことはないのよ。で、これが、その時に頭に刺しとった櫛と香貝とかんざし、それはコンパクト、はあ、コンパクトミラー、コンパクトミラー、はあ、これもこれ言うと別光や、別光やな、ほんでこれ別光、これはラレン、え、なんてなんて、ラ、ラ、ラレンやけど、しかもこの分厚さ、貝の貝、ラベンって僕知らんわ。ラデン。ラゼン。で、て、てんてんてん。ラデン。騎手の人間は言いにくいけれど。ラデン。ラデン。うーん、あの貝殻で作った彫刻や。あの、右と左と違うんよ。うん、これ貝殻な、なんとかで、独特での貝殻と言うけど、これはね、分厚さがこれ値打ちなんよ。クワの向きなんで、これ金だから。これ何入れ？これは小物入れ。え、え、ええんかい。うん、見て見て。これは今で言うたらハンドバッグ。ハンドバッグ。おー、財布入れちゃったんかな。財布、財布は入れへんやろけど、こういう感じ。まあ、お化粧、お化粧道具やろな、基本はな。こんなもんまでね、綺麗に置いちゃうな。手垢ついてないもんな。いや、それは分からない。手垢ないやん、綺麗やん。